地底での戦いにはテクニカル操作が適しています。こんにちは、レンジです。自由に狙いを定めることができますので、地球防衛軍3の続きをやっていきます。今回はミッションを選んでください。ミッション52、劣化。集結していた敵部隊を壊滅させました。しかし各地に散っていた敵軍がこの地を目指して転進してきました。すでに我々は包囲されています。最後の時が来たようです。ですがフォーリナーは知ることになるでしょう。大地に倒れるその瞬間まで EDF は勇敢に戦うということ。これさ、最後って言ってるんだけどさ、最後なんでね、もう多分本当に最後近いと思う。作戦を開始します。劣化っていう名前がもうね、最後の方の難しいミッションって感じの名前だもん。なんか前作でもなんかね、そういう感じの名前になってったような気がする。あと2、3くらいかな。まあまずはここをクリアすることをに専念しましょう。敵が接近している。総合を滅する大軍だ。これが最後の作戦。ロボットもいるね。ロボットまずやりてえな。ちょっと味方と一緒に行くわ。上なんとかしてよな。もう処理落ち最初からすげえな。いや、あかんな。どうせ死ぬんだよ。負けてきて。お、いいもんあんじゃん。お前ら気をつけろよ仲間。これ上やるか。ダメだ、あかんね。仲間みんな生きてる？もうすごい。今撃ったら絶対誘爆。あし、ダメだ。あ、リロードしよう。ここ。オッケー。仲間はまだ。ああ、もう元の部隊はいなくなったか。どっか行っちゃったわ。ロボットやりてんだよな。よいしょ。ああ、当たんね。もうちょい近づきたいな。よいしょ。どう？当たんね。いや、すごい。すごい。あ、ここにいるじゃん。身を挺して守りやがった。うわ、やっぱ。これ、回復取りに戻ろう。自分の弾が一番痛いからな。痛い。足速い。ちょっとありえ。やべ、死ぬ。あ、ちょっと身の振り方を考えないとな。一人で突っ込んじゃダメだ。おい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 、いい加減しろよお前。これが最後の作戦だ。それは死んで叱るべきだ。よし、仲間生きてるね。よし、褒め合って。よいしょ。でも操作がなんか直感と逆なんだよな、このバックの時のね。こっちなの。いや、バックしようと思ってたし、やらない。まずこのウゾウムゾウどもをなんとかするか。後ろの下がりながらね。よいしょ。一発で相当な数やってると思うから、これ。よし、よいしょ。オーケー。そうそう、前出ていいね。ロボット来てるね。
誘爆さえしなかったらなんとかなるな。敵の攻撃なんて そこまで痛くねえな。ここよし、上のいっぱいやった。ここよし、ロボットは左の方か。いった、あ、違う、とりあえず上が邪魔だからね。あれ味方もう他の部隊もいない、どこ行っちゃったんだよ。アリンコまでいるね。よしよし、まだいる、ロボはまだ遠い。ちょっとこの回復をね、回復をここら辺に集めといて、いざという時に取れるように。よし、いや邪魔くせえ。でもさ、最初にこんだけいるってことはさすがにこれで終わるんじゃねえか。そんな甘くない。よしよし、真正面向いた。こっからは早いよ、ロボット。よいしょ、よし、まず一体やろう。もうちょいだ、もうちょいだ。よし、やったかな。お前うざい、揺れる。どうでしょう、あと一発くらい。まだか、もう一発か。まだ勝て。うわ、外した。よしで、温存しといた回復はあるね。よしよし、赤い UFO いないだけ優しいよね。よし、ちょっとそこら辺取りに行こうか。だいぶ軽くなってきた。よし、あいつ遠いんだよな、ロボット。ロボットと一騎打ちにするか。武器だ、うん、あんだけいたのにもうロボット一体しかいないよ。よし、当たんねえか。でも動いてないからね。当たった、一応回復も取っとくかな。ちょっと動いてるのか、当たってるね。ゴリアスはこのスコープついてるのもいいよね、遠近両用な感じで。このアーマー全部拾うか。あれ倒したら終わりかもしれないからさ。よっと、ここ当たってる。よし、うわ来たわ。倒した瞬間、サムワン聞こえるか、助けに来たぞ。
助けにした？ナイスナイス。赤いの来たわ。赤いの出すんだな、あれ。敵に包囲されたようだな。赤いの出すのはちょっとまずいんだよね。そのは一緒に戦えて光栄だ。最後は派手に行こうぜ。いや、そう言うならさ、来てくんない、こっちに。ありきたわ。うわ、羽あり。クイーンではないよね。うぜ。よいしょ。仲間来てる来てる。ナイスナイス。みんなでやろう。よいしょ。ってことはよ、あの UFO は赤を出すやつじゃねえわ。あり出してんだ。これでよし、やった。よいしょ、やった、ナイス。 UFO 両方やったね。で、何、みんなやってくれたの？すごいじゃん。赤い UFO やってくれたよ。助かる。これもうあとザコしかいないよ。すげえ、ザコもガンガンやってる。なんかレーザーみたいなの打ってんだけど。助かる、仲間。そんな兵器持ってるとはな。俺にもくれねえかな。あれかな、リロードできないって言ってた武器かな。ぽいね。赤いの出なくなってきた。仲間も。よし。これさすがに終わりでしょ。終わったわ。いや、簡単だったな。比較的。いいの、こんなんで。新しい武器ない。マジか。ステージ開始前にステージを選んでください。ミッション53、星船。ついにマザーシップがその姿を現しました。抵抗を続ける我々を全滅させるのが目的だと思われます。もはや逃げる場所はありません。我々は残存兵力を結集し、マザーシップに対する最後の攻撃を行います。最終回かな。難易度を出撃します。え、もう最後なの？いや、なんか、いや、長かったけどさ、あの難易度的にさ、え、マザーシップ倒すかな。倒すよね、最後っていう。最後詐欺が3回繰り返されてんだよな。真下に行かない。まずは真下に行かないことは大事で、どこを壊すかをちょっと考えながら。レーザー砲だった。あ、ちょっと待って。待って。よし、希望は一つしかない。今この場でマザーシップを撃墜する。ほう、それだけが多分人類が助ける道である。いた。よし、いた。 EDF に残された力は少なく、マザーシップの力は強大だ。マザーシップやる前にさ、我々は戦わねばならない。なぜなら邪魔を。あ、危ない。してんの。残された戦力を結集して、マザーシップに最後の攻撃を。今マザーシップ撃ってもさ、あんまり。戦闘開始せよ。ここなんか怪しいけどね。違うか。こちら本部、まず邪魔者を叩け。邪魔者をね。どこ撃ってんのお前ら。街。あ、ロボットいいのか。よし、ロボットは任せろ。いや、でもこいつらも頼りになるよな。このレーザーと強いの。やったね。いや、頼りになるこいつら。いいね。もう最後だったら武器拾ってもあんま意味ねえか。いや、真下行きたくねえな、あんまり。
しょよいしょ。どうせ帰る場所はないんだ。あんま近づくなそっち。あいつら叩かねえと。よしこれ来るだろう。はい、当たんねえか。なに、どうした。敵は射程外です。分かってんだよそんなことは。無理やり当てんだよ。よしよし、ここだ。ラッキーじゃん。こっちも、うわ来た。とりあえず無視しよう。巨大砲台にダメージを与えました。ダメージ与えてる。下がれお前ら。あれかな、あれ怪しい。ここいや当たってっかな。こっちか。よいしょ、これ怪しいな。本当に効いてる。やけどから破壊した。マジ誰、俺、俺がやった。いた、巨大砲台が落ちるの。ロボットがいるね。いや砲台落としただけで。ちょっとロボット邪魔。ロボットやろう。これをまず、うわかっこいい。周囲をやるか。親父？親父が？あ、行った。よし。お。苦しまない。よし。いや、怖っ。怖っ。ちょ。すごい。これ拾う。よし。ロボットやったかな？わかんねえ。いた。ロボットいるな。あれ仲間は？ちょっと仲間みんないない。よし。これをこうやっといて。ここ。揺れる。揺れて。狙いが定まんねえよ。よし、やっぱ痛い。仲間はいるね。ちょ、すごい。仲間がどんどんやられる。ロボットまだいる。どうした。大きい回復。このままでは全滅を待つだけです。どうした。これやったら離れるか。痛い。最後まで諦めるな。よいしょ。仲間の群れはまだいるね。めっちゃ飛ぶ。よいしょ。わらがき成功。で回復落としたから。見てください。何ですか。マザーシップの下側が開いています。開いてる。どういうことだ。どこ。おそらく大気の吸収口です。あれか。よし。聞いてる聞いてる。超聞いてる。さらに大量の大気を必要とするものと思われます。大気が必要今の。多くの空気を必要とするということ。あ、閉じちゃった。大気吸収口にはシールドを展開できないはずです。あそこが弱点です。はい、ありがとうございます。そんな教えてくれるなんて。コイン、マザーシップ株の大気吸収口を攻撃せよ。大気吸収口は虫出てきてほしいんだよな。回復のためにこちらスカウト4、誰かが敵の弱点を攻撃しています。マザーシップが黒煙を上げています。黒煙を上げてる。来た。そしてまだ戦いを続けている。それ俺のこと。よしよしよし、はい、ガンガン当ててこいった。クリーンヒット。よし、こいつら邪魔なんだよな。
こし、仲間だ。え、どこって違うの。これあのラグったらスタートか、あのガクって読み込んだ。それまではちっこいのやとか。あ、いや、ラグってないけど開いてる。よし、あ、本当だ、仲間みんなやられた。弱点が分かってもどうにもならないか。マダシップは大きなダメージを受けています。マダシップの攻撃に成功、敵は活動停止。活動停止？マジっすか。敵を倒しました。本当？嘘だ、攻撃してるぞ。マダシップをやった、我々の勝利だ。いや嘘だ、絶対嘘だ。元気動いてる。ちょっと待って、これここやればさ、うわっ、これまずい。いや、周囲から砲台が出現、戦闘形態を取ったようです。砲台を、それまでは本気ではなかった。あ、これ以上いけねえ。あ、仲間だ。まず砲台をね、砲台1個やった、やってねえか。うわ、ジェノサイド砲撃たれた。とりあえず片側だけやっちまえば、まだいいんじゃないか。よし、一本やった。これでこっち側が安全になるでしょ。開口です、開口。これもやろう。やばい、撃たれる撃たれる。邪魔くせえ、勝つな。やば、あれさっき1本やんなかったっけ。痛い。本部、応答願います。負傷者多数、よいしょ。戦線を離脱しました。よいしょ、危ない。誰か戦場に残っている者がいるか。いますよ、ここに。大きい敵には仲間があんまり役に立たねえからな。雑魚にはめっぽつ言うんだけど。やったか、一本。やってねえな。え、攻撃する場所違う？たった一人で。オープン、応答願います。敵の砲台が破壊されました。回ってんのか。なかった、だから1本やってもまだあったのか。いや、すげえ。よいしょ、これも生きてる。女の子は戦線離脱したらしい。ストームワンの隊長な。マザーシップと交戦中。敵の砲台が落ちるぞ。早く欲しい。今はアーマーじゃない。やばい、死ぬ、マジで死ぬ。自利品だよもうこれが。回復、あー回復、よし、ギリギリ。いや、回復全然落ちてねえ。ジェノサイド砲来る。いや、これ以上下がれねえ。あー、すごい、回復くれませんか。回復、こっちにないかな。ないね。そもそも全然落ちてねえ。これ以上いけねえ。いやー、やられた。きちい。
これ壊せんのか周りのやつ壊せんなでもすげえ数だ、すげえ数だけど一発撃てば壊れる。これ壊してった方がいいね。ちょどうなってる、動きながら。ここまずいね。なんだここ仲間いた。ここが最初の位置だ。ちょっとねヘリに乗って砲台壊してたんですよ。みんな砲台を。上にもあるよ。どっか隊長がやられた。真ん中まだやんないでおくか。最終形態でこれが残ってると相当きついから、全部やるか。よし、これで最終形態になるかな。でも回復が全然出ない。で紫のミサイル撃つやつはあらかたやったと思う。ちょっと残ってるかもしれないけど、雑魚から回復を出さないと話にならん。あれ？やってない？やってなかった？回復でけ、甲羅でかい。そのためにだからお前ら。よし、回復は。よし、今は武器じゃないんだよな。武器じゃないんだよな。よいしょ、来た。攻撃に成功。敵は活動停止。ソノアがやりました。敵を倒しました。こっからよ。ついにやったぞ。マザーシップをやった我々の勝利だ。あ、回復。こちらスカウトもマザーシップが姿を変えました。よいしょ、逃げろ。マザーシップは健在です。周囲から砲台が出現。これ戦闘形態を取ったようです。ジェノサイド砲来ちゃう。気ではなかったということだ。なんということだ。よし、ほえ。よし、一本やった。食らってない。ナイス。味方にも当たんねえの、あれ。よし、ザコやるよりもこっちかな。3発くらい。よいしょ、3発かな。よし、3発で死んでる。もう一個回復くんねえかな。一個あるだけで全然違う。来た。じゃあ、あれ。よし。これ。もう一発。あ、やってるやん。いいよ、お前ら帰れ。今回復じゃなかった。誰か戦場に残っている者はいるか。気のせいだ。はい、ここにいます。誰か今喋ってる場合ではないんだよ。誰かは分からない。危ない、雑魚がいる。誘爆の危険もあるから回復も出るし。
やっといた方がいいよな。たった一人で敵の砲台が落ちるぞ。誰かがやったんだ。何本もやってるよ。次これ、はい、よいしょ。だいぶ余裕あるね。紫の弾出すやつ壊したからよかった。戦線を離脱しました。うん、コアも出てんじゃん。コアやるよりもやっぱこれだよ。ストームワンはマザーシップと交戦中。よし回復だ。いいね。余裕ある余裕ある。よし、敵の砲台が落ちるぞ。何個同時にやった。違うか。回復だ。邪魔だ。回復いっぱいある。ナイス。あんま近づきたくはねえかな。そこにもあるね。なんかあっちの方にいっぱいアイテムあるな。全回復してる。あと2本くらい。よいしょ。よいしょ。シャベポン。よし。なんかここらへん。よいしょ。あと一発か。あれ当たってね。よいしょ。急に前に現れるだけやって、ゴリアス撃ってる時に。よし、怖いやろ。さすがにもう最終形態でしょう。ダメージ当たってるよ。悲鳴上げてるよ。もうここはしまえないんじゃないですか。ずっと出てない。いや、しまる。言ったそばからしまったわ。回復だ。いいね。いいよ。おいや。はい。降りてこい。来た。よし。黒煙出してるよ、ちょっと。恥ずかしいね。よし。やったかな。マザーシップ大破。はい。残党が出てきた。マザーシップが落ちる。できるだけ遠くに逃げろ。え、マジ？マジで言ってるそれ。こんだけ離れてるや大丈夫か。ザ尖りショックは。よし、やったよ。すんごい。2018年 EDF はマザーシップ撃墜に成功。巨大な星船はまばゆい光を放ち死産した。フォーリナー残存部隊は退去、撤退か。静けさを取り戻したこの星に高らかに響く声があった。それは
EDF 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 ってことね。やりました。あ、ちゃんとエンディングがある。はい、これで、地球防衛軍3クリアですね。はあ、なんか1、2とやってきて、まあこれ3なんですけど、3は、まあ、1のリメイクみたいな感じかな。これはなんかその敵の造形とかは結構変わってるんですけど、まあ大筋変わってないかな。まあ大筋っていうと1も2も変わってないんですけどこの恐竜とかもねかっこよくなっちゃって、あの UFO もね、もともとはあのオーソドックスななんかアダムスキー型みたいなよく見る UFO の形してたんですけど、今回全然違いましたよね。あの最後にあの回復落とすのに戦ってたやつ。このロボットはもっとエヴァンゲリオン初号機みたいなカラーリングしてた。ワンではね、あ、これは新作かもね。いや、いたわ、いたいた、全然違う形だけど大きい四つ足ロボットいたわ。で、まあ、ワン、ツーとやってきて、そう、スリーはね難易度が爆下がりしてますわもっとね、だから最後が一番手応えあったけど、まあ、歯応えがあったんですけど、それでもね2回くらいかな、1回しか死んでないような気がする。1も2も最後の方、ラストから何個かくらいは何十回もやり直すような、そんな難易度だったんですよね。あのどれも難易度ノーマルでやってたんですけど、まあ、これもノーマルでやってこんなに違うかと。ZE ランチャーを入手しました。指定でのステージを選んでください。あ、もうないね。あとはもう今勲章ついてるとこありますよね、右下。あれがノーマルクリアしたのが左から2つ目。難易度を選んでください。イージー、ノーマル、ハード、ハーデスト、インフェルノっていうのがある。それをクリアするとそれぞれ勲章がつく。これは1も2も一緒ですね。武器を選んでください。で、なんとかロケットみたいなやつ、武器は2つまで装備することもできます。特殊か、これだ、 ZE ランチャー。3設置型か。設置型、搭載弾薬20発、ダメージ200のリロード20。もう大したもんじゃないな。どう考えてもゴリアスの方が強いわ。で、2で出てきた、ウィングダイバーだっけ、あの女性の隊員、あれはまあこれが1のリメイクだからか出てこなかったっすね。あれはあれで結構楽しかったんですよね。その2はそのこの兵士とそのウィングダイバーをその場面によって切り替えて攻略できたんで、これどっちで行こうかなとか悩む楽しさとかもあったり。で、地球防衛軍は今6まで出てるかな。だからまあ来年あたり、4じゃないんですよね、 4.1 だったかな、もうすでに所持してるので来年あたりやろうと思います。まあ、それは3の続きなのかな、どうなんでしょうね。はい、ということでこれで地球防衛軍3の実況終わります。面白いんで皆さんよかったらやってみてください。はい、ではこれで地球防衛軍3の実況終わります。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。動画は毎日アップロードしています。チャンネル登録は左上のアイコンまたは画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。チャンネルページでは他にやったゲームがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。